自分を知るっていうことが大事なんですね。自分のもう本当に使命、 Love is in the little things、 なんとなくこのワクワクする言葉を並べてそれらしい文章にすることだけでも大丈夫です。今日はそのワークを、ちょっとみんなで一緒にやってみましょう。こちらの人生のタイムマネジメント手帳ビューティーライフダイアリーに一番最初に出てくる関東ワークの中のビーイングのページについて紹介したいと思います。私のこの YouTube でもビーイングとかドゥーイングとかいろんな言葉が出てきて、それ何って思ってる方もいるかもしれませんが、まあ、繰り返しになりますが、ビーイングとは自分の価値観とか、まあ、あり方、ありたい自分っていうところがビーイングという部分なんですが、まあ、対してそのドゥーイングっていうのは何をやるかっていう物事とか状態とか、まあ、行動とかそういったことを表すという、まあ、ビーイングとドゥーイングと違いがあるんですけれども、でいつも言ってるのはとても大事なのは自分のビーイングを知ることで、まあ、自分の価値観、まあ、つまり何を大切に生きていくか、生きていきたいかっていうことなんですけれども、それをまず明確にしていこうというところからこの、まあ、手帳は始まっています。私が使っているのはいつもこちらの、グレーの小さいタイプなんですけれども、ちょっと見やすいのでこの白い大きなタイプの方を紹介したいと思います。はい、じゃーん、こんな感じで一番最初に出てくるんですけれども、今日はそのワークを、ちょっとみんなで一緒にやってみましょうということです。はい、じゃあまず、一番最初の質問で、あなたがワクワクする言葉、情熱、信念、パワーが湧く言葉、理想の自分を表す言葉などについて、まあ、何でもいいのでこう思いついて、あ、これワクワクするなとか、あ、これなんかすごい熱くなるなとか、これなんか元気になるなっていうような言葉、何でもいいです。好きな言葉を、まあ、短い単語でですね、まずはこうワーッと書き出していくっていうことをやりましょうというふうに言ってるんですけれども、まあ、例えば私の例で言うと、愛、感謝、信念、クリエイティブ、主体的、誠実、思いやり、マインドフルネス、女神、ヴィーナス、ホロスコープ、宇宙、クリスタル、調和、平和、善、穏やか、有限実行、コスモポリタンとか、ちょっとこれでもはしょってるんですけど、まあ、そんな感じにこういっぱい上げていくんですね。でこれをすることによって、あ、自分ってこういう言葉がすごいワクワクするとかエネルギーで上がるんだっていうことがまず分かるっていう、その客観的に自分を知るっていうことが大事なんですね。でその上で、まずそのワードを書き出した上で、じゃああなたの価値観って何ですかっていうのを、まあ、今まで出したワードの中から、まあ、言葉を組み合わせたり、特にこの言葉は自分の中ですごい大事にしている言葉だっていうものがあれば、まあ、それをピックアップしていくんですけれども、で最初は、自分の価値観は分からなくてもいいんです。なんとなくこのワクワクする言葉を並べてそれらしい一文文章にすることだけでも大丈夫です。でそれをこう繰り返し繰り返し自分と向き合っていくうちに、もっとその自分らしい言葉とか、自分が大切なんてもっとこれかなっていうものが見つかった時にまた書き直す。最初は本当にそれでいい。ここに初めから正解を書き出そうとか、かっこいい言葉で書こうって思わないでください。まあ、実際私はもうこういうことをもう本当に20年近くジャーナリングといってね、ノートに書き出す、自分の思いとか、アイデアとかをこう書き出して客観的に眺めて、それでどうかっていうような、こう自分に問いかけるようなワークみたいなことをもう本当にずっとしているので、まあ私はつらつら出てくるし、まあ結構こうバシッとかっこいい言葉が書けたりするかもしれませんが、最初からそれは無理なので、まああくまで参考にしてみてください。で私が書いた私のビーイングっていうね、私の大切な価値観って何なのっていうと、まあ、これはちょっと文章にしています。愛と感謝にあふれ、自分の信念のもとにクリエイティブで主体的に生きる、自分にも人にも社会にも誠実であることっていうふうに書いたんですが、まあ、今挙げたようなワードは結構最初に挙げたワクワクする言葉とかパワーが湧く言葉の中に入っているものを組み合わせています。まあ、組み合わせないでやる方法もあるんですけれども、まあ、最初は自分のピンとくるやり方だったりとか、まあ、ちょっと私の真似して書いてみたりすると分かりやすいと思います。そして次の質問が、
自分を表す言葉はというふうに書いてあるんですけれども、まあこれは先ほど書いていただいた自分のビーイングをもとに自分のミッションみたいな、自分は何者なのかっていうところですね。でこれは母であるとか会社員であるとか女性であるとか、そういう何者かということではなく、自分のもう本当に使命みたいなものですね、ミッション使命ですね。でいきなり最初に使命なんて言われてもわからないと思ってもそれでいいんです。自分が何を大切にしたいかを分かり、じゃあその大切なことを軸に生きていく中で自分の使命って何かなっていうことをさらに広げて考えられると、より今こう生きている意味とか日々を生活するモチベーション、生きる原動力になったりします。私の場合は真の豊かな人生を想像するために大切なことを伝えるメッセンジャーというふうに書きました。この自分を表す言葉っていう、使命みたいなことを書き出すことによって、こうパワーが湧く言葉だといいですね。それをこう書いた時に何も感じないとか、なんかこれやらなきゃっていう感じがしちゃうって思ったら本当はそれは違うんですね。書くことによって、そうそうそれそれ、私これのために生きてるとか、なんかみんなこんな風にしたいと思ってるんだ、それによって自分も幸せになるんだっていうような、感覚になる言葉がいいです。最初は見つけるのすごく難しいんですが、まずは仮にでも書いていただいて、それで生活してみて、振り返って、そのワードを振り返ってみることによって、ちょっとずつすり合わせをしていけばいいと思います。やっぱりこっちじゃなくてこっちかな、こっちじゃなくてこっちかなっていうように、こうワードを書き換えていっても OK です。例えば私の場合、今メッセンジャーというふうに書いたっていうふうに伝えたんですけれども、昔はこれが指導者とかクリエイターみたいな感じでちょっと表現が変わってたこともある。でも大切なことをこう伝えていくみたいなイメージは変わらないんだけれども、でもそれがなんか指導者なのかクリエイターとしてなのかメッセンジャーとしてなのか、何なのかで伝えることによって、ちょっと自分のイメージが変わりますよね。セルフイメージ、私は何者なのかというセルフイメージが変わってくるので、その中でも、今自分がピンとくるものはメッセンジャーだっていうふうに、その大切なことを自分なりにこう噛み砕いて分かりやすい形にこう変えてみんなに届けていくっていうような、なので私は今このメッセンジャーっていう言葉が自分にしっくりきてるんですが、これを分かることによって、さっきも言ったようにより自分のことを分かることもそうですし、日々の原動力とか、何かをすることに対してのモチベーション、その使命というものだったり、その使命が仕事になってたりするとさらに最高だと思うんですが、私はそうですね、自分がミッションと思っている、ライフミッションと思っていることと自分が今している仕事っていうのは完全に一致しているので、自分を表す言葉っていうことを知ることによって、やっぱり意味、今自分がやることの意味とか、なんで私はこれをやるんだろうっていうことが明確になる。それによって、よりエネルギッシュに動けるっていう風になっています。そして最後の質問で、あなたの宣言文かっこクレドっていう風に書いてあるんですが、クレドについてはちょっとまた別で詳しく解説したいと思いますので、今は割愛させていただくんですけれども、行動指針というようなものですね。はい。で、ここではあなたの宣言文という、今まで自分がワクワクする言葉とか、自分のビーイングとか自分を表す言葉っていうのをこう書いていただいた上でのあなたの宣言文は何ですかっていうことですね。はい。これが自分の信念とか本当に行動指針みたいになっていくと、すごくこう生きるパワーが湧くというか、モチベーションになっていくんじゃないかなと思います。私はここにどんな風に書いたかというと、私がすごい好きな言葉を最初に2つ書いているんですが、ガンジーの言葉です。世界に変化を望むなら自らがその変化となれという、これは私の座右の銘なんですけれども、その文章と、あともう一つ大好きな、これ英文なんですが、 Love is in the little things っていう、小さなことの中に愛や幸せを見出そうっていうような、意味ですね。で、その2つの文章をもとに、毎日をエネルギッシュに生き、多くの人を導くリーダーシップを取ります。それにより
人も動物も地球もハッピーな世の中を実現しますというふうに書いています。まあ、これが私の今年の宣言文クレドなんですが、最後に、まあ、人も動物も地球もみたいなところは数年前から発信しているエシカルのところに通じていくんですが、まあ、あと特に今年の私のテーマ3つを発表した時にリーダーシップというものが入っていたので、まあ、それも、入れて2023年改めてですね、自分の宣言文クレドなど呼ばれるものをですね、これを書きます。で、まあ、こんな風に手帳の一番最初のページにこれが書いてあるわけなんですが、これがもう本当にこの1年の指針になっていって、そこからのまあ月間、週間、1日っていう感じで、どうありたいっていうことを自分に問いかけて、そしてその答えを行動する、そして行動した後に振り返る、なんかこの1年の流れっていうことを私は、まあ、このビューティーライフダイアリーを使ってやっていて、まあ、それによって本当に自分のなりたい自分とか願うライフスタイルとか、まあ、仕事の仕方とか様々な、まあ、夢を叶えてきたと思ってます。まあ、このここで紹介したワークや私がまあ日々、YouTube とか、まあ、ブログとかいろいろセミナー、オンラインサロンの発信を通じて伝えている自分と向き合うツールとか、まあ、自分に対する質問、まあ、こういうことを積み重ねていくことによってより自分のことを知れるし、自分のことを知って自分と仲良くなると、なんか自分のことが愛しいとか、なんかちょっと可愛い、自分のこと好きかもっていう感じに変わってくるんですね。最初から私は自分のことが好きとか自分に自信があるとは全く言えないし、むしろその逆だったんですけれども、まあ、こういうワークを通じて自分と向き合うことによって、自分と仲良くなって自分の夢を叶えていったなと思っていますので、ぜひ、まあ、今日は本当に触りの部分しかお話できてないんですが、まあ、ぜひさまざまな私の手帳の発信とか受け取っていただけたら、もっと詳しいやり方とか説明してますので、チェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。